の秘密基地グランナイツの諸君、合心せよ動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです今日紹介するおもちゃは、これだセンチネルメタモルフォースバリエーション、超重神グラビオンのゴッドグラビオンだ <laughs> お全国のガング野郎、集結せよ 今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速で、ね、見いこう。おー、もうね、説明不要ですね。グラビオン。あの、アニメ自体はね、もう18年前だよ。2002年に、深ンヤンにね、放映されていた、ロボットアニメですね。監督は、大張まさみ先生。このロボットのデザインは、大河原邦夫先生ですね。 もう最強タッグの、もう本当にね、これはもう説明不要だよ。とにかくかっこいいロボット。まあいわゆるね、これは変形合体する、まあおもちゃですね。一部パーツに合金が使用されてて、もう最高です。パッケージの背面。このロボットはどういった合体システムかというと、コアロボになるグランカイザー。それから4機の地球生メカのグランディーバ。これがね、超重合身し、 ゴッドグラビオになるわけですね。じゃーん。中のブリスターは2つ。こっちが本体。それから各種武装が付属していて、それぞれの武装を持たせる交換用手首とか開き手、あとは一部差し替えのパーツが入っています。さあ、それではね、本体をじっくり見ていこうじゃーん。グランカイザーと4機のグランディーバ、ずらっと並んでいます。 たまんないよね。早速見ていこう。まずはこれがコアロボのグランカイザー。めちゃくちゃかっこいいよね。造形が大変細かく、顔もかっこいいです。各部のストーンに当たる部分はクリアーパーツ。ここもクリアーパーツの中からメタリック塗装で施されています。でね、塗りがすごく綺麗です。それから各部に合金が使用されていて、こうパッと手に持つとね、ヒヤッとするところがたくさんあります。足。 いいよね。で、この本体にね、変形合体ギミックがびっしりと詰まっています。で、一応これも稼働します。各部を動かして、アクション頭部からつま先までね、このように動いて、かっこいいポーズを取らせることができます。いじり心地としてはこんな感じで足とか腕が動きます。このグランカイザー単体でも結構大きくて、マスターグレードやロボット魂と一緒に並べるとこんな感じ。 おおよそね、20センチ、ちょっと超えたぐらいあります。グランカイザーはこんな感じ。さあ次、次右足に合体する G アタッカー。左足に合体する G ストライカー。基本的には造形が同じ。クリアパーツでね、キャノピーのところが作られています。これもかっこいいよね。で、この2機で違うところはこの関節の部分ですね。 G アタッカーは右足なんで、こっちに曲がるって感じですね。だから反対は反対側に動くと。あ、ストライカーは反対側に動くって感じ。でね、ここの部分にダイキャストが使用されててね。重たいですね。いい感じ。後ろから見るとこのようになっています。G アタッカー、G ストライカーはこんな感じ。さあ次 !G ドリラーこれはね、両腕に合体します。で、ここの横の 方針の部分がね、引き出すことによって上下に稼働します。こんな感じ。で、ドリルの先端の部分も大変シャープに作られていて、ここのシルバーの塗装がとっても綺麗ですね。コックピットのところのね、塗り分けなども細かいです。G ドリラーはこんな感じ。さあ、そして最後。G シャドウ。これはゴッドグラビオンの上半身に合体します。G シャドウはこんな感じ。 さあ、次はね、パイロットの紹介。全員ね、個性的です。水木、立花。まあ、彼女が最年長ですね。最年長メンバーで、戦闘のプロ、といった感じ。まあ、ちょっと、こう、セクシー担当といった感じかな。G ストライカーのパイロット。G ドリラーのパイロット、グスク、ルナ。沖縄出身の、こう、活発な元気な女の子という感じ。でね、G ドリラーもう一人いるんですね。メイドの、 ちょっとね、こう、ドジっこな感じですね。メガネをかけているのが特徴。エイナ。謎の少女、リール。彼女もね、本当に登場した時はね、結構ベールに包まれてます。G シャドウのパイロット。さあ、そして、グランカイザーのパイロット、天空寺、トーガ。これは、なんだろうな、こう、装飾系男子といった感じ。なんだけど、グランカイザーに乗り込んで、 戦ってる時はね、一気にこう肉食系に変わるといった、こギャップの持ち主ですね。さあ、そして最後、しぐれエイジ。これはもう肉食系といった感じ。劇中ではね、結構物語の中心になるようなことが結構多いタイプですね。というわけでね、じゃんこれ全員でグランナイツと言います。で、このフィギュアはね、DVD に付属していたあ特典ですね。さあ、お待たせ鳥獣合心 エルゴフォーム今回のゴッドグラビオン。オタファテクニカルレベルズバリ 6! 少しね、変形に癖があるといった感じなんだけども、まあ、形状を優先させるために変形プロセスが、まあ、ちょっと複雑になってるという感じ。まずは、グランカイザーで、今回の変形手順っていうのは僕流です。なのでね、劇中のプロセスとちょっと違うっていうのと、左右で同じところができ、出てきたら、ちょっと省略しますね。それでは行こう腕 カバーを開いて、手首を収納。また元に戻し、これをね、後ろに持っていき、密着。そしたら、もう一度こっちに向けると、ちょうどね、カバーが開きます。これ。このカバーを開くと、腕が取れます。そしたら、このカバーを閉じて、これが肩の中に入ります。ジョイントが2箇所あります。ちなみにさ、劇中ってこうだったような気がするけどね。うん、まあまあまあ。 これをね、このように入れて押し込むと。パチッと、ロックがかかり。そしたら、肩アーマーを、ここと、ここ。あとは、後ろ。三箇所をね、展開すると、肩アーマーがでかくなります。反対側も同様。肩アーマーに収納。これでね、腕の変形完了。次は、ボディ。左右を引っ張って、これに伸ばす。 そしたら、後ろ。ここのね、カバーを開く。ゆっくりやろう。こういう感じ。そしたら、中に、ゴッドグラビオンの、こう、腕があります。これを出す。グランカイザーは、襟があるロボット。この襟を押し込みます。こう。で、再び後ろから、少し押し込んだ襟を完全にね、こっち側に、こう、密着させます。 これ細かかくて見えるかなこういうやつですねこうそうすると中にスペースが確保されますでこの部分なんだけどあの僕流なんだけどちょっとこの軸を引っ張るこれ取れるかな取れちゃうと思うんだけどこれをねぐるっと反転させて密着グランカイザー今回のゴッドグラビオンこの二の腕の部分が違うんですね このような角度にし、再び、このアームの位置を元に戻すと。こういう感じ。反対側も同様の工程。で、今度はね、お腹も開きます。せーの。これだけね、スペースができます。そしたら、このカバーを開き、最後に、元に戻すと。これで、こうね、グランカイザーの二度寝が収納されて、さらにね、ボディも。 ちょっと横に平を割ると。次は足。カバーを開いて、かかとのこのパーツを展開し、中に多重ヒンジがあります。これらを使って、この隙間の中にさっきのカバーをこう押し込むと。そしたらつま先を折りたたんで、カバーを閉じる。こんな感じにして、こう。さあ、そしたら最後。頭部なんだけど、 これは今のタイミングじゃなくてもいいんだけど、両側の襟。これを取り外すとヘルメットが取れます。せーの。で、ゴッドグラビオンの時って、ここがね、顎のところの赤いパーツがこう長くなるんだけど、これを反転で再現しています。こっちのゴッドグラビオン用にし、メットパーツのこの角の部分。これを取り外す。 今外したこの3点は余ります。再びヘルメットを取り付ければ、これでね、グランカイザーの合体準備状態完了。次 !G アタッカー、G ストライカー。手順は全く同じ。機種を押し込んで上に向ける。そしたらカバーを開く。そしたらこの中にもカバーがあって、これを引き出す。 この辺まで。そしたら、両側のウィングを折りたためば、これでね、合体準備状態完了。グランカイザーの合体ジョイントはここですね。これが受け。これがピン。こういう感じですね。そしたら、このカバーをこう上向きにし、ちょっとわかりづらいんだけど、凹凸があります。内側のカバーを調整するような感じで、 こうやってね、接続します。これで下半身は完成。G ドリラー。中央部分で分割し、こっち側にね、合体ジョイントがあります。これを収納したら、腕を伸ばし、 拳の展開がちょっと面白くて、内側をたわませると、ここのカバーが開きます。こう。で、この中に入ってると。そしたら、このドリルは回ります。こういう感じ。このように回して、劇中同様にね、このドリルが沈み込むっていうのを再現しています。押し込んで、再び縮めて、反転。そしたら、ここのカバーを押し込んだ後、元に戻すと。 はあこれ最高。反対側も同様ですね。このように、すれば、これで腕の完成。グランカイザーの腕の付け根に取り付ける。そしたら、最後は G シャドウ。後ろのヘルメットパーツを取り外したいので、少し開く。 少し開くと、このメットパーツが、このように取れます。そしたら、この中のダイキャストフレームを目いっぱい伸ばす。こういう感じ。このように起こしたら、ここに合体ジョイントがあります。一箇所、二箇所。これでね、合体準備状態完了。劇中だよね。こういう感じで、こう合体していきますよね。これを、ダイキャストフレームが、 この肩の横の隙間にはまるように、こうしっかり密着させて、前方を少し固定させた後、さっき展開したジョイントがこことここに接続されます。ゆっくりダイキャストフレームを下ろして、ロック。さあそして最後は頭部ちょっと僕のやりやすさ重視でいきます。メットパーツを外して、G シャドウの後ろ側にあったパーツ。これを左右で分割。 で、この真ん中のパーツは余ります。このメットパーツに分割したパーツを取り付けていくと、で、ここにピンがあるんだけど、奥まで差し込まずに7割ぐらいこのぐらい、ちょっとこう甘、甘が、甘ロックさせとくわけですね。こういう感じにして、再び取り付けた後で両側をしっかり押し込むと。こうするとね、ストレスがないです。 そしたら、さっきのグランカイザー用、ゴッドグラビオン用、こっちの、ブレードパーツを取り付ければ、合身完了ゴッドグラビオンだ <laughs> <laughs> おー、見事にね、合身これがゴッドグラビオンです。本当に最高です。 頭部周りにね、一部差し替えパーツがあったものの、もう本当に劇中のような変形合体して、このスタイル、最高ですちょっとね、手に持ってみよう。うーん。ちゃんとね、あの、合体してるんで、こうね、程よくズシッとした重さがあって、いい。<laughs> 本当にかっこいいよね。頭の高さで大きさが23センチ。結構なボリュームがあります。もう、なんて言うんだろうね、この、 勇者シリーズというか、もうなんて言うんだろうな。自分が今まで見てきた、かっこいいなと思うロボットが、こう、その要素がね、もう全部詰め込まれてるような。うん、素晴らしいです。横。そして、後ろ。後ろ姿もかっこいいです。こう、まとまりがとにかくあるよね。早速ね、近くでじっくり見ていこう。まずは上半身、および、頭部のアップ。 うんかっこいいね。あの、オープニング口ずさく見たくなるぐらい、惚 <laughs> れ惚れします。いい顔してるんだよね。この頭部の造形も本当にかっこいいです。この G シャドウの、このクリスタルの部分が。クリ,クリアパーツになっててね、綺麗です。それからあ、お腹周りですね。それから腕。とにかくね、まとまりが良くて、 手に持った時の重量感とかね、この全体のバランスとかもほとんど、ど本当に完璧ですね。後ろ。この足の周りもね、一体感があります。いやー、本当に、本当にいいものって。<laughs> かっこいいしか連発しない、いいレビューになっちゃうと思うんだけど、本当にね、かっこいいし。何よりさ、この大きさで変形合体するゴッドグラビオンずっと欲しかったから、 もう何とも言葉にできないような、うーん、感情がこみ上げてきますね。さあ次はね、武器や各部のギミック。両足同様に、ここの部分が展開します。それから腕の付け根の、ここで取れる。各部を動かして、アクションそう、これグラビトンプレッシャーパンチギクチューザーね、この技よく使ってましたね。やっぱりスーパーロボットの王道、ロケットパンチ的な。 これができるのがいい。でね、足がね、ちゃんとこう、展開するところも素晴らしい。次胸部アーマーの、この部分が取れて、エフェクトパーツがついています。これに、このように、接続。グラビティクレッセント手に持たせるとこんな感じいわゆるこれはブーメラン的な武器ですね。さあ次、次グラビティライフル 結構ね、でかい武器なんだけども、ちゃんと、しっかりとね、ホールドしています。そう、グラビオンって結構、技とか武器が多いんだよね。まだまだあります。この胸部の、このゴールドのところ、これが、このように取り外せます。そしたら、グラビトンソードパーツ。これの、ここに、取り外したこれを取り付けて、エンドグリップのところにね、このようにします。 これでね、グラビトンソードの完成。手に持たせてアクションさせるとこんな感じ。やっぱこの胸部パーツの一部がちゃんとね、ここにくっつくってところがいいよね。劇中ではこのグラビトンソードが最強の、まあ、武器だったわけなんだけども、最終回でね、これが折れてしまいます。そして、武装最後は、そう、最終回に登場した超重拳。この超重拳を使用するときは、劇中ではマスクオンの タイプになります。なので、ガングとしては一回、グランカイザーにフェイスパーツを元に戻し、専用のマスクパーツが付属しています。マスクオンの状態にすると、このようになります。そして、長寿拳を手に持たせた全体の状態はこんな感じ。かなり迫力があって、本当にかっこいいです。最後は、こんなポーズ勇者パース 一応ね、ギリギリな可動範囲ではあるんだけど、こんな感じでね、かっこいいポーズで構えることができます。惚れ惚れします。アクション、武器、ギミックはこんな感じ。さあ、そして最後は比較。さっき登場したマスターグレード。ロボット魂のガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。うーん。だいぶでかくなりましたね、まあ。さっきも言った通り、23センチ。かなりのボリュームがあります。あとはね、最後の比較は、 さっきの DVD のフィギュアって、あの実は特典でね、もう一つボーナスパーツがそれぞれついてて、DVD 全部買うと、これで、ね、ゴッドグラビオンが出来上がるってやつなんだけど、これと比較するとこんな感じ。もうね、違うんだよ。母ちゃんどころじゃない違いがありますね。なんかもう、感慨深いね。18年経ってるんだね。いやー、本当にね、 待ち望んでいただろうね。僕以外にもグラビオン大好きな人にとってずっと待ち望んでいた立体物だと思います。本当に、ね、言葉にならない <laughs>。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のセンチネルメタマルフォースバリエーションゴッドグラビオンのレビューいかがだったでしょうか知ってる人もね、知らない人もこうやって一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。 実はこれ発売されて2年経って正直何回かレビューを試みたんだけど思い入れが強すぎてちょっと言葉にならないものがいっぱいあったんでちょっとちょっと間を置いてたんだけど <laughs> 実はちょうどこの動画を投稿している翌日なんとこの、えー、超獣神グラビオンの次の番組グラビオンツバイに登場するソルグラビオンの発売日なんだよねそう同じねセンチネルから今度はねソルグラビオンが発売されますもちろんねそれも予約しました で、このガングに関しては、そうだね、変形合体ギミックに関しては、さっきお見せした通り、ちょっと細かいところがあるんだけど、もうとにかくこのスタイル。このかっこいいスタイルで、この大きさで合金トイ、これ欲しかったって人、本当にいっぱいいると思うんだよね。なのでね、そういった僕を含めたたくさんの人たちのね、まあ夢を叶えたアイテムと言っていい、もう細かいことは、もうどうであれ、もうここに今これが存在するってことが、もう素晴らしい。 もう発売されてしばらく経ってるんで、今から入手するっていうのはね、ちょっと難しいと思うんだけどね、もし、今回のね、これを買い逃した方もね、ぜひ、ソルグラビオン、ぜひゲットしてみてください。絶対に、まだ触ったことないけどね、いいものだと思います。僕もね、届いたらレビューしますね。これからもずっと、大事にします今回の動画、面白かったら楽しかった。参考になった。 俺もグラビオン大好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローもどうぞよろしく。あとはどんなことでも結構です。おー、タファー。俺も立体物、本当に待ち望んでたよ、とか。あ、もう18年信じられないね、とか。あ、僕はね、これスパロボですごい使ってたよ、とか。本当にかっこいいロボットだね。 ソルグラビオン楽しみだよ。<laughs> などなどどんなことでも結構ですみんなからのコメント待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうおどろでしょうまたねーガン